はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、過失相殺民法418条について解説いたします。これは、債務不履行に基づく損害賠償請求の、一つと考えていただければと思います。まあ、債務不履行があった場合、自らの責任で約束守らなかったという人は相手方から損害賠償請求を受けますよと、損害賠償責任を負わなければなりませんよっていうのが債務不履行に基づく損害賠償請求の話なんですね。で、今回はその債務不履行に基づく損害賠償請求できる場合であったとしても、債権者側、相手方にも過失がある場合はそこを考慮して損害賠償額などを決めていきましょうっていう話です。で、ちょっと条文の内容を読みます。債務の不履行またはこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定めると、このように規定しているんですね。で、これはちょっと2つに分けることができるんですね。1つ目が債務不履行に関して債権者に過失があったとき、2つ目が債務不履行による損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときって、まあ2つに分けることができるんですけども、まあそれほどここは気にしなくても大丈夫です。とりあえず債務不履行があって、その債務不履行の原因が債権者側にもあるんだといった場合ですね、そういった場合の話をしているんだってイメージしていただければ大丈夫です。で、この場合裁判所はこれを考慮してって、これっていうのは債権者の過失です。債権者の過失を考慮して損害賠償責任及びその損害賠償額ですね、これを定めなければなりませんよって書いてあります。この定めるっていうのはこれ義務です。なのでちゃんと債権者の過失を考慮した上で損害賠償責任とか損害賠償額を定めなければなりませんよっていう話なんですね。なんでこの義務というところ、まず一つ目のポイントとして頭に入れておいてください。で、ちょっと具体例を出します。例えば A さんが所有している建物、これを B さんに売却する契約を結びました。で、1ヶ月後に引き渡しをするという約束をしたと仮定します。契約してから1ヶ月後に引き渡しをする、まあ具体的には鍵を引き渡すと考えてください。この建物の鍵を A さんが B さんに渡す、で、しかも引き渡し場所 もう事前に決めておきましたと仮定しておきますね。で、ここで、まあ、1ヶ月経つちょっと前ぐらいに B さんが住所変更しちゃったと、ちょっと違うところに行っちゃった、一時的に。なんで一時的にちょっと違う場所に行っちゃったわけなので、この引き渡し場所行けないと、だから引き渡し場所変えてくださいよというふうに連絡したんですね。 B さんが A さんに、まあ、手紙で連絡したと仮定します。ただその手紙到着するのが遅かった、まあ、つまり B さん連絡するのが遅かった。で、その手紙っていうのはもう A さんのポストには入っていたんですけれども、その引き渡しの前日ぐらいにポストに入っていた。そして A さんがそのポスト見落としちゃったんですね、前日だったために。もちろん毎日見ていたらそれ気づくんですけども、 A さんは毎日は見ていなかったということで、元々の引き渡し場所に行っちゃったんですよ、当日。そうすると B さんは、いや、場所変更してるわけだから、違う場所行ってるわけだから引き渡しができなかったって話になりますよね。で、そうなってきた場合、 A さんは債務不履行になるんですよ。 A さんはポストを見なかったっていう過失があるわけですね、落ち度があるわけなので、まあ、債務不履行になるわけですよ、履行地帯ですね。で、一方で引き渡しに関する債権者である B さんで、引き渡しに関する債権者である B さんは B さんで連絡するのが遅いんですよね。ギリギリになって手紙出しているわけだから、 B さんにも過失がある、つまり債権者にも過失があるということになりますよね。で、この状況で結局 B さんは鍵を預かることができない、引き渡しを受けることができなかったことによって1週間ホテル暮らししちゃったと。で、10万円かかりましたと。つまり B さんは10万円の損害を受けたっていう状況です。まあこう仮定しておきます。で、まあ裁判になって、裁判所はこの過失割合とすると A さんが4悪いよ、 B さんが6悪いよっていうふうに判断しました。まあこれも仮定です、まあ、つまり B さんの方がこれ悪いでしょっていうふうに裁判所は判断した
と仮定しますね。この場合は10万円の損害のうち6割が B さん悪いわけだから、 A さんは4割だけ負担すればいいですよ。つまり4万円だけ A さんは B さんに対して損害賠償すればいいですよ。これが過失相殺なんですね。債権者の過失、この部分も考慮して損害賠償額決めましょうよっていうのが過失相殺の内容です。ここまで OK でしょうか？これが基本的な考え方です。で、一つ注意が必要なのはこの部分なんですよ。債権者の過失を考慮して損害賠償の責任を定めるってこう書いてあるんですよ。まあ、額も定めるんですけども、責任を定めるって書いてあるんですね。これどういうことを言ってるかっていうと、債権者 B さんに重大な過失があると。まあ、A さんも多少過失はあるけども、もうそれと比べて債権者の方がもうより大きな過失があるでしょって言った場合、この場合、可能性としてですよ。可能性として、債務者に責任なしという可能性もあり得るよっていうのがこの部分なんですよ。裁判所は損害賠償責任も定めるわけだから、裁判所はもしかしたら損害賠償の責任はないというふうに定める場合もありますよっていうのがこの条文からわかるんですね。まあ、この部分も一つですね、ポイントとなってきます。ちょっと細かい話になってくるんですけども、まあ、可能性としてはあり得るので、その点も頭に入れておくといいと思います。で、もう一つあって、債務不履行による損害の発生、もしくは拡大って書いてありますよね。今回の事例では、債務不履行による損害の発生っていうのは、債権者の過失、これが原因ですよね。そもそも連絡するのが遅かったと。この連絡をもっと早くしていれば、損害発生してなかったわけですよね。なので、まあ、今回これも含んできます。で、また、その損害が拡大っていうのは、このホテル暮らしの期間が長くなった場合って話ですね、イメージとしては。これが1週間から2週間になったら、これ20万円に増えますよね。まあ、そういった場合も含めて考えましょうって話です。まあ、これはそんなに気にする必要はないかなと思います。まあ、20万円に膨れたというのであれば、まあ、それに関してまた過失割合を考えて、損害賠償額を決定するっていう話なので、まあ、根底についてはそれほど気にする必要はないかなと思います。まあ、とりあえず、今回の動画では、過失相殺がどういった内容なのか、ある程度イメージできればそれで十分です。なんで、この動画の具体例見ながらですね、ぜひイメージをしていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。